心かなず、いつも静かに笑っているのも、まるで銀河鉄道なんかファンアートで銀河鉄道っぽいのに書いてくれてる人もいるから、銀河鉄道と思ってる人もいるのかもしれん。序盤にカムパンなるな。え、あ、そっちじゃなくて銀河鉄道救急ケアの方かよ銀河鉄道って言ったらジョバンニの方だろ普通。もうやれやれなのだねー銀河鉄道と言ったらあなたは宮沢賢治になるのだ。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を作り、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。そんな人間になるのだ。あなたは怒りませんけど、これは、そういう、やりとりだから。あなたの配信では怒る感じにしてるけど、欲はなく、決して行かなず、いつも静かに笑っているなら、うん、より俺のものな。アンガーマネ、マネジメントをするのな。皆様、本日もご来店いただき、誠にありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。